天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出してバンをさせた。クロードの力比べが始まった。怨霊が忍び寄る。クロードは相手の陣に怨霊を差し向けた。この敵の群れに果てはないのかと疑いを抱くほどであった。怨霊が戦場の英雄に襲いかかる。クロードは相手の陣に怨霊を解き放った。クロードは大御霊守を召し出し、クロードは御霊守を差し向けて相手の歩みを鈍らせる。角笛が鳴り響き、悪鬼たちを呼び寄せる。もう一組はクロードの陣に大御霊守を差し向けた。クロードは相手の陣に怨霊を様が玉を収められないとクロードは気づく。御霊守の妨げを受けているとクロードは気づく。恐ろしい怨霊が忍び寄る。
相手の陣に送り込んだ。クロードの呪いがもう一組を懲らしめた。クロードの呪いは相手に大きな痛手を負わせた。御霊守の触りによりクロードの策が崩れる。おい、助けてくれ。助かるのは行くでない。さらばだ。地獄に落ちろ。もう一組が呪いの前に散った。相手の陣を妨げるべく御霊守を押し付けた。クロードは手に手を取り魑魅魍魎に立ち向かう。クロードは御霊守を差し向けて相手の歩みを鈍らせる。おびただしい数の影が迫り来る。クロードの相手は呪いに縛られた武々しい大風のごとく、クロードは敵勢を一掃した。どこからともなく天から高笑いが響く中、クロードは相手に呪いをかけた。もう一組、クロードの呪いがもう一組を懲らしめた。怒れる鬼の大群れが二
再びクロードに襲いかかり、ほどなくしてもう一組と鬼の勢の最後の戦いが、おびただしい数の影が迫り来る。御霊守がもう一組を切り伏せた。ついに最後の敵の一匹が倒れ伏した。もう一組は敗れ、クロードは勝利の喜びをかみしめる。